はい、じゃあ、カクスケです。ロストエンバー続きプレイしていきます。前回からね、なんか、狼の子犬ちゃんと仲良くなって、カラニが、逃げているところです、お父さんから。でも、火を焚きながら、相変わらずお父さんのことを引きつけながら進んでる感じだよね。普通に走ってる。疲れちゃっただけだったのかな、さっきの狼ちゃんは。あっちか。もう気になるが。もう収集要素は最近集めてないからな。おりゃ、おりゃ、気になるよお話が。あ、やったね。よいしょ。あぶなー。ヤギの転落死は非常に多いらしいからね。よいしょ、気をつけていこう。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。くっ、くっ。登れ、登れ。お父さんも、すごいな、こんなところ登ってきて。あれ？あ、こっちか。コンバット。ここにアイテム発見。あ、ガクガクしてるぞ。お時間やりすぎ？楽しむ。よいしょ、あ、違うよ。はい。ブローチ。挟んで止める仕組みのものらしい。回して表が見たいな。どんなブローチなんだろう。こんなところまで来る人なかなかいないし。カラニかお父さんのものなのかね。走ってる走ってる。くぅー、でいいな。このまんま行っちゃっていいのかな。動物とかにならず辛そうだぞ。狼だから大丈夫だろうけど。太陽の神殿到着したな。ここで罪は許されるだろうって言われてたよな。走れ走れ。いやー、そして曲がいい。くぅ。よし。よいしょ。よいしょ。内側行くかな。一回。よいしょ。お、よし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 。室内だ。室内？あ、やったねー。いいのこう。あら、私は道を間違えたようだ。キノコ用スポットだったな、こっちは。うわー、こっから突っ切っていかないといけないのか？
太陽の神殿ってそこでしょ？そこの斜めのところ登れるのかな？普通の雪？積もってるだけ？いやー、どこだ？入れなかった。あれー、間違ったな。いやー、雪ふわふわだ。あ、そっちか。君は彼女のために行動を起こした、うん、ウェイラのために。そうだよな、うん、君は革命を望んでいた。でも彼女は違った。人々に理解してもらおうとした。それは君が今していることだ。理解を促して過去を見せた。さん、あれ、探検持ってる。ついてる。あれはパラニーの？パラニーに渡したやつ？え、私のターキューの探検だ。私のお父さんだったか。ちょっとそんな気はしてきたけど。私はアテボなのだ。お前の父親、そしてお前の家を燃やせと命じ、お前が愛した人を殺した男。待ってくれ。ああ、次はカラニの方が。狼よ。すまない、頼む、どこにいるのだ。狼、知らなかった。違う、私はひどい人間だ。いや、お前に許してもらうにも値しない。あれ、超えてったよ自分で。なってしまった白が。あ、どこ行っちゃった。あー、ん、狼ちゃんもいる。うん、
どうするんだろう。なんかね、ちょっとそんな気はしてきてたところで世界が出てきましたね。ああ、なんか違う、一本道だ。そこと同じような作りだな。あ、あるぞ。よしが。大丈夫か、オオカミくん。あ、お父さんが来た。あー、オオカミくん、無理しないで。どうなる？さあ、渡すぞ、来い。何を示そうというのだ。お前の負けだ。認めろ。私は認めない。あなたの声優、全部。カーニ、よせ。目を開くのが怖い。やめろ。あなたは闇雲に従うだけ。カラニ、やめてくれ。あ、カラニ。なんということか。私、これは辛い。死んじゃったのかな。
え、狼くんが来た。わあ。え。いやー、そりゃ辛いよ、自分の娘だよ。まさかここで。私はお前を殺した。狼、私は言葉が見つからない。ちょっとね、気になっちゃってねピラミッドのところにキノコもあったけど、この持ち主は社会的地位の高いものだったのだろう。お父さんのかな。これがさっきのだよな。いやー、悲しすぎるでしょう。これ、よし、行こうか。ああ、まさかここで、カラニが死んでしまうとは思わなかったな。先に。そうか。ああ、ちょっと夕日が綺麗よ。すごい。白桃足だ。
こいい。あ、白桃味じゃないな。なんだろう。手足は首元から上げてるよな。コンドル？コンドルってこんな見た目だっけ？よし。夕日に向かって飛んでいって許してくれ。おしまいかな。ここに放っておいてくれて構わない。私は光の都に行く価値などないし、お前にもふさわしくない。なあ、いや、全部知って今反省してるからきっと大丈夫よ。カラにもね、良くないことしちゃったしな。あー、悲しい話じゃないか。光の都行こう、一緒に今から。生きるよ。ああ、会話することはできない。戻った方が良さそうだ。あれ？戻った方が良さそう。いきなり軽い感じになってしまった。え、下の方じゃ。本当だ。夕日に向かって飛んでいくのかと思いきや。下？降りてみよう。いきなりいつも通りの感じになったな。雲突き抜けられる？ああ、これも終わりじゃないか。ダフロールが流れそうな曲が流れている。どこに戻るんだろう。最初のところに？この鳥って何かありそうだよね。魂を運ぶ鳥みたいな伝承的なものが。皇帝かと思ってたけどね、途中までは。お父さんがこんなに大事な役目を持っていると思わなかったから。もうそこ変わり火があるな。ここあれだよね、船を流していたところ。お父さんが流しに帰ったのかな。この石。それは？出たのね。お墓だ。あー、でやっぱり流すのか。
私はやっと思い出した。ここで葬儀を行った。彼にお前が伝えようとしていたことがようやく分かった。なぜここに連れてきたのか。間違っていた。何もかも私はいつもそうだった。光の都への導きが必要だったのはお前ではない、私だったんだ。私がロストエンバーなのだ。見えるか。はい。光の都かな。どういう意味かわかるか。光の都だ。間違いない。招かれている。こっちだ。アミュレットかな。うん、アテボのアミュレット。伝統的なヤンダーナの中、名前入りアミュレット。ヤンダーナの子供たちはアミュレットを授けられて初めてヤンダーナの一員と認められる。このアミュレットは、素人による間に合わせの品に見える。あ、そうなのね。あ、さっきガリガリしてたのは自分で作ってたのかな。似合わせの品。お父さんがちゃんとカラには葬儀を行われてお父さんに送られたから、普通にロストエンバーにならずに光の都に行けるはずだったけど、お父さんを都に連れていくためにこの姿になってたんだろうな。はあ、悲しい話だった。おいで、もうすぐ着くぞ。うん。許されたんだな。それをちゃんと自分がやってしまったことを認めたことによって許されたんだろうな。あれが最後の障壁か。近づいてきたぞ。光の都。ああ、夢のようだ。門を通って中に入ろう。通れるよ。よいしょ。あれ？大丈夫？大丈夫？嘘。待ってくれ。何が起こったんだ。まさか。ここは光の都のはずでは。どうなっているんだ。いや、そんなものは初めから存在しなかったのかもしれない。いや、そもそも私たちは何を信じたかったんだ。
一つだけ分かったことがある。狼よ、君と私、大切なものはそれだけだったんだ。これは何？最初に出てきた。だが私は、また狼よ、ラストエンバーじゃないな、あの狼ちゃんか、この子は。ありがとう。あー、バイバイ。ピラミッド、バリの都に行けたってことなのかな。ああ、終わってしまった。いやー、面白かったなー。Take shelter from the sun and grow in shade. いや、ずっと自分はカラニだと思ってたけど、カラニを石の石を継いだあの子犬の狼ちゃんがお父さんを導いていったっていう感じでいいのかな。いや、面白かったね。本当、辛い話ではあったけど、いや、ゲーム性的にもね、すごいいろんな動物になれるのが本当楽しかったし、ちょいちょいアクション的なのも入ってね、で探索がすっごい楽しかった。そこはね、もう探索ばっかりしすぎて、動画的に申し訳ない気持ちはあったんだけど、最後の方はね、もう本当、ストーリーが気になって気になって探索せずに無視していっちゃったわけだけども、いやー、やってよかった、面白かった。アレックスさんが3人もいる。アレックス多いな、アレックスさん多いな、アレクサンダー、
やー面白かったー。すべてを受け入れて、きっとアテボさんは仮の都に行けたんでしょう。おそらくカラにもね、白い姿を出したってことはおそらくだけど、ずっと待ってたんじゃないかな、お父さんのことをね。一緒に光の都では平和に暮らしてるといいな。あとはあの狼くんがね、結局どうなってしまったのか気になるんだけどもね。まだ生きてる狼だと思うから、まだ生き続けるのかな、あの子は。でももう魂の力は奪えないと思うから、普通の狼として過ごして。狼は光の都行けない感じしたな。あの信仰の話だと。でもそんなことはなくて、きっと行けてるといいな。でも最後光の都なんてなくて、僕と君だけなんだみたいなこと言ってたから、実際のところは光の都なんてものはなくて、成仏したっていう感じになるかもしれないですね。いや楽しかったー。いや動物、慣れる動物の数も思ったより多くて、最初に空を飛べるのも感動したんだけど、まさかのね、魚まであって、虫まであって象にも慣れて、で行ける場所が本当に動物によって違ってね、楽しかったね。探索はまだまだ気になるけどね。大事な部分、普通の道具はいいんだけども、カラニに関するものとかも多分ちょいちょい落ちてると思うから、そこら辺はちょっとどんなものがあるか知りたかったな。アテボの探検も落ちてたんじゃない、あそこらへん。ひょっとしてしっかり探したら落ちてたかもしれない。ちょっと悔しいな。魂さんのね、声完全に日本語吹き替えで素敵な演技でしたね。すごい気持ちがこもっている読み上げで聞いてて心地よかったし、もうすごい見放されてる時は悲しかったな演技がすごいからこそね。もうちょっと走らせてほしいな。なんか帰りエンディングでさ、わーって今までの動物になったりしたかったけど、そういうのはなさそうかな、この感じで言うと。スペシャルサンクスの数もものすごいね。ABCDEFGOPQRSTUVWXYC。しっかり待ちましょうか。このゲームは結構ね、発売される前というか、発表された時から気になってるゲームで、とね、このゲームが発表される前から自分も憧れてたんですよね。いろんな動物になって世界を駆け巡れるゲームっていうのがあればいいなって思ってて、子供の頃からそういうのを作ってみたいなとも思ってたんだけども、いやこんなすごい素晴らしいクオリティでそういうゲームができるとはありがたいものだね。終わっちゃうかな。
BGM だし、こんなおまけストーリーとかはないかな。あー、終わっちゃった。エクストラコレクションね、結構集めたね、途中まではここら辺からは飛ばすようになってあんま集められなかったけども、アテボナミレット伝説の動物もね、最初伝説のウォンバットを見つけたのにならなかったのが後悔です。わっ、結構拾ったね。キノコ、これはシワフワタケは一個も手に入れてない。おそらく地中とかなのかな。地中で生育しって書いてあるしな、気になる。消えた英雄だって。あー、クラウドファンディングで出資したなら。したかったよでも私 JCB のクレジットカードしかないからさ、クラウドファンディングできないのよね。うわー、こんなのされるんならやりたかったなー。いいなー。わー、はぁ、自分の作ってもらえたのか。ファンアートもある。あー、綺麗ね。あー、わ、かっこいい。ファンアートとかもここに載せてくれるとは。スペシャル。クリスマスモード？あ、イエス。え、サンタ帽子かぶったこのゲームの雰囲気に合わないけど、そういう遊び心も準備されてるのね。はい、ということでクリアしました。いやー、やってよかったです。それではご視聴いただきありがとうございました。